のっぺらぼうさんの新作コース。はいどうもピョキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース TROLL バージョン2ということで、説明文見てもらっていいですか。これでも真面目にコース名を考えました。嘘んちょばっかりついてから本当にこの人はもう、どうせ今日もバグコースばっかりなんでしょう。頭の中もバグってんじゃないのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いや楽しみだね。ツイッターの DM で新作コースできたのでぜひやってくださいっていただいた時はテンションぶち上がりだったね。さあまずウェイトって書いてますね。ならば待ってみせようじゃありませんか。その待てという指示、実はそれが正解なんでしょう。契約さけーねー。もうのっぺらぼうさんは何も信用しない方がいい。ツイッターもマリオメーカー2も全てブロックしたいと思います。ムキムキ、僕がブロックされたみたいだね。じゃあここはベッドを踏んですぐ上に行く。いやこのベッドをなくした時点で大体察したね。でここ上か下かなんだけど、下投げてみようか。なんか上はなっぽくない。この右は開かないよね。えこれも、いや全然ありあり。でここでどっかに入ってくる。あのベッド絶対いる。そうでしょ。で口出ちゃったらちー。もうのっぺらぼうさんのコース大体理解してません。それじゃあここは右を向いたまま魚をかわして土管に入ると、そういうことですね。さあバックンよ、亀の甲羅を持ってきたけど強制送還されてしまったよ。唇おやじ、ここは何もしない。そうして土管に入らないようにする。そんでこのバックンを倒せと。バックンは倒したけど、さっきと全然挙動が違うんだけど。じゃねえんだよ。どういういや素直に感心するね。ベッドを持ってるだけでこんなに仕掛けて変えることができるの。うわしかもすぐ中間ポイントある感じか。バネが見える。逆に僕は右を心配したいと思います。さあなんでなんでなんなんわかるかこんなの。でも僕は中間ポイントがいらない男だということを証明してみたい。さあここでメットをかぶっていく。そしてこのパワーブロックを持って、こんな上のまだ誰が引っかかるの。絶対行かないよ僕。それじゃあここは音符を叩いていいのかな。音符叩いてみます。そしてパワーブロックたまにいく。ここの中間ポイントはすごく大事だ。多分左を失敗したら取れるっていう感じでしょ。よしよし、さっきめちゃくちゃなったけど、あれ何だったんだろうね。で、ここもここなんだよな。どのタイミングで痺れるんだろう。ちくわブロックが一番下に落ちる前だったら痺れてる。まあまあ、でも僕中間ポイント取ってるから、心は仏のように優しいよ。さっきと違うやんか。ここ右、え、なんでさっき隠しブロック出なかったんだろうね。それマジでわかんない。どうなってんのこのコース。バグコースなんじゃないんですか。じゃあもうここジャンプしまくり、これでバナは回避できるっていうことだと思います。そしてこっからなんだけど、一番右に行って、あ、ここでパン落としてドアに入ればいいっていう感じか。なんでそうなの。なんだめって、いや、このつららちゃん。つららよし、もうこの辺でいいでしょう。お遊びは終わりにしようじゃないか。ここで一旦パワーブロック落とす。さっきと同じことになってしまったね。再放送ですかこれは。この番組はピオキングの提供でお送りしたいと思いません。ここわかんねえ。このまま行く。そして、あ、ここでパワーブロックを。いや違うんだって。僕ね十字キーでやってるんだけど、十字キーって結構誤作動が起きない。下を押したつもりなのに左右に動いちゃうみたいな。そしてどうしたクリボ。そんなの初めて見たんだけど。じゃあここでメットを持った瞬間すぐ、あれ、あ、いやでもこれ罠回避できたっていうことなんじゃないかな。でここでメットを投げて、このパンを持ってここに置いていけと、そういうことじゃなくてね。もうこういうわけわかんないのやめなさい。まったく学生さんなのに、いい年をした大人をこんなに騙して楽しいか。じゃあここは何もしない。そしてこのまま右に行って、何もしないよここで。そして僕はどこ、いやなかなかいいんじゃないの。そしてこの50コインは信用しないでいきたいと思います。いやでも信用するしかないね。僕に残された道はここしかない。なんで、頼む50コインじゃあ何なんだその矢印は。もう50コイン、いやそれら全てのコインは信用しないでいきたいと思います。全部取っていきたいと思います。ここは一旦パワーブロックを置いておくのが正解なんじゃないか。そして何もしなければ、あ、あ、あ、
事だよ、そのパン大事だよ、頼む飛ばして、ハラちゃん何もしないでね。ここはまず置く、そして乗る、そして何もしない、左向いて、あれ、あーなるほどね、一旦左向いておけばよかったのかな。そしてここはドアに入って、そろそろ中間ポイント、いやこれ、あ、一旦当たっていいのか、一旦当たってドカに入っていきたいと思います。そろそろ中間ポイント欲しいね。さあ中間ポイントの前に近くの枠がある、これは僕叩いた方がいいんでしょうか、動画的にね。え叩かせんか、ここの近くの枠あえて叩かないでいこう、引っかかる罠には引っかかりたいと思いません。何か用意したけど今のところ引っかかって、うわやられちゃったって言わせてよ。まあまあ無事中間ポイント2が取れたということで、残すはゴールのみだね。このコースそんなに長くないんじゃないかな。じゃあこのハテナブロックは、まあてっきりそんなことだろうと思いました。さあチョロップを踏んですぐちくわブロックの下に行く。いやこれまだ下降りてボム兵の方に行けば。くっそまたこれかよ。なあもう僕終わったんじゃないの、テレサそんなじわじわ来てさ、もうちょっと早く来てくれないかな。ならずっと右向いとけ。失礼、自分がやったことに対して自分で突っ込んでしまいました。じゃあここはボム兵を踏んでここで左に。だから見えないんだって、そういう罠やめてくれよ。何もしなかったらいい、そういうことでしょう。よしよしこれで滑るっていう感じか。さあここ上をしっぱして扉に素直に入らせてくれたけど、実はこっちが違うみたいな、やっぱそういうことだと思いました。なるほどね、この地下ブロックの下に扉じゃねえや、この土管があったっていうことね。でもちょっと知りたいけ、期待したよこの土管、次から用意しといてね。ここは左をしっぱして土管に入っていく、でこの次の場面が終わればゴールできる。ここは何もしない、よしよし。なかなかやるね、来ると思わせといてやっぱ来るみたいな、2022年一番の流行りだね。それじゃああのブロックを叩けばいいのかな、そしたら鉄球が出てきて倒せるみたいな。いやガシガシね、やっぱり。ここはまず隠しブロックを出しておこう、そして左のブロックを叩けば先に進めるっていう感じですね。さあこのハテナブロックは何だろうね、いや一旦出しているカメック、意味があるの、すげえ意味深いんだね。じゃあここは下に行ってすぐ左の方に逃げねば、頭の先からパックンチョ。え、何よここ音符とか見えんやん、下に隠れてる。いや全然分からん、なんで見えないの。完全にバグちゃん、ここは何もしないでいいでしょ。で僕何もしないよ、伝えにも伝えん、どうせ捕まれないか。下に何もないということ分かった、じゃあここはダッシュボタンを押さずに上に行く。いやマジでわかんねえ、どうなってんのこれ、壁だったよねあのパワーブロックがあるとこ、ここまた魚が降ってくるんじゃないのか、大丈夫ですかね。何もしないで扉に入っていく、今日は四角の枠ボクシングをしないよ、そろそろゴールがあるんじゃないの、左か。のバネすげえ怪しい、何をしてくるのあのバネは、ねえ、ないやこれどうやっていけばいいんだろう、こう、そして、いやまだワンチャル、ワンチャル、ここのハテナブロックを叩けば何か変わると思います。どうなる。いやもういいや、もう疲れた。いや本当にこのコースバグりすぎてもうわっけわかんないね。じゃあ一旦ここは左に行った瞬間右に行けっていうことは分かりました、そういうことでしょう。はい、ここで右に行く、でここでパウが出るから、このパウを持ってブラパウを倒して先に進めと、そういうことですね。ここなんだよ、ニンテンドーさんに報告するから、そんなことするならニンテンドーさんに言うから、アニでも何でも削除されてしまえ。おい、俺なんかさっきと違う場所に出てない、え、さっきと違うパターン、ここ、いやなんかさっきと違う、は、ちょっと待って、あたがマジでついてってない、ほらほら別の場所、もしかして中間ポイント取ったんかなさっき。まあやば、このまま進んでってみようか。でここは音符ブロック、なんか倒せないね、何もしないでいいのかな、このバキュアこそが。じゃあ僕はここ一旦右行って左に行く、そしたら上が現れると、どっから現れてんだよ、待ってバグりすぎでしょこのコース、初めて見るよこんなバグコース、ここは何もしない、僕は何もしない、いやこれは引っかかったと匂わせておいて実は正解、そうでしょ、キノコが降ってくるみたいな、そうじゃなかったら僕は必殺技を出すしかありません。皆さん見ててください、僕の新技を今日のために新たに開発してきました。さあ全てを照らす聖なる光よ、今こそ輝きの時が来て、右ムーンウォークスペシャルローリング
スーパーサンダーミラクルサンダーだ。ここが執念バナで、右にダッシュすればゴールできると。なぜ行き過ぎたらここが今のおかしい。今壁しかなかったよ。なんですり抜けたの。こんなのおかしいやんか。絶対おかしい。最後壁しかなかったやんね。じゃあ右を進化して途中で左をする。そしたらやったいや本当にすごく楽しませていただきました。いや送ってきてくれてどうもありがとうございます。でも任天堂さんに報告しとくから覚悟しとけよはい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。空からこんなの降ってきたらどうする。フロー・ブ・ザ・スカイということで、タイトルの通りですね、空から何かが降ってくると思います。僕ですね、空から何か降ってくる系のコースあまりしないんですけど、クリア率がね 0.63% っていうのが気になってこのコース選びました。このクリア率はね、とんでもないものが降ってくると思うよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.63%。 ゴール条件があったんだけど、それが降ってくると思うんだよね。クリボー一体だけ、クリボー一体だけ降ってくるとかないよね。なんだこれは。ちょっと待って、これ想定がすぎ。横で避ければいいの。スタート位置かな、なんかスタート位置一直線に間空いてたよね。そこでスピンジャンプみたいな。あ、なるほど、これでいいのか。そしてワンワンの中にいるクリボーを踏めっていう感じ。今日のコースはわけわかんない。正直動画化しようか今の時点で考えてるところですねこれ無理じゃん運ゲーなんじゃないんですかね、このコース。これ端っこでクリボー、あー踏めたね。踏んだ時点で左右どっちかに逃げればいいみたいな、多分そんな感じなんだけど、それがめっちゃ難しいんだろうね。もう無言でやっていいですか。このコースしながらもう喋ることないと思うんですよ落ち着けてママ、落ち着いて頼む。踏ましてってお願い。そのクリボー一匹だけはこっちによこして。このだけが、これ本当に運ゲーなのかな。なんか攻略がある気がするんだよね。最速が3秒だったからすぐに踏まなくちゃいけないのかな。なんでスタートした瞬間スピンジャンプ、そしてすぐにクリーム。へめ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 もう僕喋らない方がいいと思います。喋るたびに自分の価値を落としているようで、もともと価値なんてないんですけどね。あっ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 、オイケーマリオタイム。多分これ運ゲーっぽいで、ね。いやでもね、今までやってきた中で過去一最強のクリボーかもしんない。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。